誰も UTV 乗らない。あ、乗った。おら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 。はい。ちょ、スタックしたから C 行こう。よいしょー。ピン87。まあいいでしょう。はい、ちょちょちょ。そうね、こっち側拠点からスタートするならね、攻め方を伝授しましょう。ここ取ったらね、伝授しましょう。B ポに行きます。切れそう切れそう伝授しろよB ポに行きたかったんだよそこ B ポを取ったらね、真ん中のくぼみからね、兵士が続々と出ていらっしゃるの。おなんかいまだいるな。あれ死んでる？死んでない。あれ、すればこれって ACS いけんのか？ね、いけんじゃねえの？入ってる。グランドウォーは時間かかる。はーい。あの、軽装中？あ、軽装中にはなるんだ。なるんだ。なるけど、やっぱ壊されるまで大丈夫だ。なるけど数で押されるな。いや、でもあの、軽装中でちょっと時間稼いだのいいや。てか、いいのか、アルファ取れちゃって。ゲット。おや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 何押してんのかね。プチ強えわ。カウンター UAV を要請する。了解。カウンター UAV が敵の目標チャーリーを確保する。チャーリー欲しい。お。うん。TTK 上だと思うんだよな。この普通の AR でとして使うよりも。ああ、仲間か。ああ、敵かこれ。じゃマジで分かりにくい。ここ、ここ、ここ。とりあえずここはね、プレイヤー多いとこに撃っときゃね、建物上にいる敵にヒットするんだわ。確かに。はい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 。あ、D 取れてる。サムでも立てよ。チャーリー、ベータはね、グランドウォーだな。グランドウォーがいっちゃ面白いわ。わあ。ちょ、これやばい。ああ、シーポ取られるな。あの戦車さ、脅威そうに見えてさ、手法がきっちりかっちりプレイヤーにヒットしないと全然死なない。そう、ダメージ判定が入らないの全然。そういう、だから上手い人が扱うと結構脅威。上手い人が使う、そういうこと。そういうことね。戦車の砲台さ、砲、地方。はい。なんか、エイム動かしても反応が遅くて、めっちゃ嫌だ。ね、感度上げても遅いよね、あれ。そう、あの、ウィーンって動く感じがすごく嫌だよ、ね。お、降りてきた。やべ。まあ、チャーリーも取れてる。カウンター UAV を要請する。
俺はもう UAV を呼ぶ。サイトナンコカバンズワードからの有用という。あ、そうなの。それはもうスレハン様々だ。マルチの手動がスレハン割と不安なんだよな。どうだろう。余計なことたくさん立ちそう。バンガードの実績があるしな。うん。実績。だって武器バランスもクソもなかったじゃん、あのゲーム。まあね。バースト武器最強ゲージだったじゃん。懐かしい。懐かしさはない。途中のアップデートで。はい。あ、新パークのなんだっけな。敵に弾が当たるとボールハックできるようになるパークだって。終わってる。スレハンマップデザインに関しては悪くないんですけどね。マップデザインに関しては悪くない。俺はカール・グスタフ・キャノンを覚えてるよ。俺はカール・グスタフ・キャノンを覚えてるけどな。まあいいマップも多分あったと思うよ。ちょ、記憶にないけど。あれじゃない、新マップ今んとこないんでしょ。ないね。まあ DLC っていうかアップデに交互期待マップは、うん、旧モダン2の DLC 来たらどうするよ。これで新マップ増やしてダメダメだったらもう旧作マップでいいやっていう話になっちゃう。あ、ちょ、当たらねえ。え？ここから撃たれたし。びっくりした。ありましたね、そんなうんこマップ。あれはもう全 COD プレイヤーが認めるクソマップ、うん、だと思ってる。真ん中にあんなでかいさ。いや、ほんとさ。なんで作っちゃったの。旧作のウエストランドを見習い。あれもいいと言わんけど。いや、ウエストランドはあれはあれでよかったんだよな。あれ、真ん中に高いのじゃなくて真ん中に塹壕だったからよかったんだよ、あれは。うん、そう。なんであんなね、キャノン砲だけ放置してさ。やってくれちゃうのかなって、ね、上見たらさ、光がめっちゃ見える。光がめっちゃ見える。ちょっと上に敵がいて、ダメだ。顔出せねえ。いけるか。うわー、仲間しとれた。よし、あ、ちょ、 SAE 呼べね。おい、もうさ、勘違いしてる仲間、あー、もう、勘違いして仲間を撃ちまくる兵士続出なんだけど。それはマジで修正案件。これもう修正案件、確実に。あー、ちょっとタブレットが。ああ、一人しか当たらなかった。あ、なんだこいつら。ぼったちやし。
ここのポジ絶妙にアクセスが悪い。 ACS 置いとこう。これドミネのゲージの溜まり具合ってさ、うん、ACS とヒューマン一人で相乗効果はあんのかな。どうなんだろうそれは、わかんねえ。あったら最強だよね。ねえ、一人で二人じゃん。切れそう。お前決めた、お前んとこに絶対 SAE 落とす、まあ、覚悟しろよ。この野郎、お前んとこに3つ全部落としてる。あるみたいです。 あるんだ。あいつんとこに3つお見舞いしてやるわ。はい、モジュールと人一人で二人分。強い。それは強い。まだいる。は？出てこねえ。いや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 。あいや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 。ダメだなこの辺走ったら。なんだあいつ。おお、あお。チャーリー欲しいな。お。ちょ。か、体力が増えてアシストのオンパレードになってる気がする。アシストのオンパレード。それはありそう。倒しきりたいんだけど俺は。ACS 取ってくれ頼む。あ、取ってくれてんじゃね。はい。ダッシュ ACS。 これいいな。 ACS マジで神ガジェット、有能。エコーが取られる。なんかこれだったらさ、ニパとかで、うん、まあ、普段やってんじゃん。やってるね。2人で拠点入って2人で ACS 置いたら4人じゃん。じゃあ4パで即旗取り、4パで全員 ACS 持ってたら8人か。幻の2人が生まれてるけど。デコイがデコイじゃない。やばい。ACS パーティーだったらマジでぶっ壊れになりそうだ。壊れそうになりそうだ。まあそんな持続はしないけど。いや、旗取るっていう分には十分すぎる。なんか ACS は一人まで、一人なんだろうな、そのプレイヤーとして判定されて、なんて言えばいいんだろうな、二重にはできないようにしないとダメじゃねえかっていう。ああ、そのスクワットとか、誰か一人が出し、こういう拠点で出してたらそれ以上は置けないみたいな。なんつうんだろう。 A の人が出したら、その A の人が入っても二重になんないっていう風にしないと。ああ、そういう相乗効果をなくしたいと。そうしないとパーティーマジで強すぎってなっちゃう。てかね、体力150にしてる時点で絶対パーティーの方が強いからもうおしまいで。おしまいだよって。おしまいで。ポッチシオリおじさんもおしまいで。俺今の勝てないの、マジで消せないもん。普通にモダン2と同じように打ってんのに。いや、俺も、いや、そのね、現象はモダン2でもあった。あ、見えねえ。はい。おいおい、俺確保14だというのに、なんだこの仲間のだらしなさは。だらしなさ。
32人もいてこんなにだらしないやつらしかおらんのか。だらしだらしねえなはあれなんだよな、レスリングに